シアさん、ウィキペディア見たことありますか？ウィキペディア、あ、よく調べますよ、ウィキペディア。深夜さんのページみたいなのあると思うんですよ。ありますね。はい、それちょっと今日見て、コントロール側を検証しようかなと思いますけど。それ YouTuber がよくやるやつじゃないですか。いや、もう深夜さん YouTuber なんで。いや、ドラマーです。この項目ではディラン・グレイのドラマーについて説明しています。はい、ルナシンのドラマーについては深夜過去ドラマをご覧ください。ディラン・グレイのドラマーでいいです、はい、ルナシンのドラマーも深夜って言うんですよ。そうですよね、はい、漢字ですね。漢字です。こっちの深夜さん、こっちの深夜さんはアルファベットです、はい、こっちの深夜さんはアルファベットで、まあ、ローマ字です。はい、S が大文字です。 S 大文字ですね、はい。深夜過去深夜、はい、1978年2月24日。ああ、ちょっと、あれですね。一応、年齢非公表なんで。なんでこれ載ってるんですか？いや、どこで調べたんですかね。これ合ってるんですかね。いや、どうなんですかね。わかんないですよね、それは。まあ、僕よく昔からこう年齢についてなんか書くと、事務所から止められるんですよ。はい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 。NG って。そうですよね。いや、今更、みたいな。乗ってますからね。もう乗ってるし、いや、みんな知ってるし。知ってるんですか？みんな知ってるでしょ、普通に。ファンの人も持ってるんですか？はい、あ、そうなんですかね。いや、今更事務所、いつまで非公開にするのって話なんですけど。そうですね。どういうことですか？一応、ここはやっぱりでも、非公開で。ずっと死ぬまで？死ぬまで非公開。じゃあ、これはちょっと、じゃあ、定かではないですね。定かではないです。78年っていうのが。そうですね。2月24日はもう公表してます、ね。もう公表してます、はい。それは間違いないです、ね。間違いないです。は、ディラン・グレーおよびセラフのドラマ。はい、ああ、はい。もう間違いないです、ね。間違いないです。セラフでもドラマとしてやってます、ね。はい、はい、大阪府出身。お、そうです。合ってますね。こう見えて大阪出身なんです。こう見えてってどう見えてるんですか？バリバリ大阪のイメージしかないですけど。あんま言われないですけどね。あ、まあ、関西弁もそんなないですし。まあ、出さないように頑張ってるんで、まあ、たまに結構出てますけどバリバリ出てますけど、血液型 B 型。そうです。バンド、はい、みんな全員 B 型なんで、うちら全員じゃないですかカオルさん以外は B 型ですね、はいはい、ほぼ B 型なんです。それも公表してますよね。公表してます。大阪府も公表してますよね。してます、はい、唯一の大阪府出身です。そうですよね。僕が関西の人が多いですけど、大阪は信也さんだけですね。そうです、はい。で、身長170センチ。これはね、はい、多分171ぐらいあると思う。ああ。じゃあ1センチちっちゃいですか？ちっちゃいですね。じゃあ正確に171ですね。多分。ちなみに最後測ったのいつですか？10年ぐらい前。20年。10年ぐらい前。10年ぐらい前。その時171だったと。そうです。でも小学校であるこういうやつじゃなかったんで、はいはい、あの壁に、はい、立って印つけてメジャーで測ったんで、あ、まあ、ちょっと正確なあれで測りたいですけどね、小学校の。逆にそのメモリでやったんですね、10年前に。そうです。どういう状況だったかちょっと分かんないですけど、じゃあこれちょっと違うってことですね、正確には。まあでもキリがいいんで70で大丈夫です。相性はヤモちゃん、これ合ってますそうですね、まあ、ヤモちゃんの由来はYouTube の Q&A で言ってるんで、なるほど、それを参照してもらえれば。じゃあ概略いきますね。はい、はい。幼稚園からエレクトーンを習い。ああ、これはですね、はい、まあ、確かに習ってました。習ってたんですね。習ってたんですけど、はい、多分 1,2 回でやめてますね。ああ、もうそのエレクトーンの場所に 1,2、はい、回行ってもう終わってる。で、家にはエレクトーンはあったんですよ。ああ、そうなんですか。だからもうなんか独学で弾いてました、ね。ああ。じゃあこれ結構グレーですね。なんかすごい幼稚園からずっとエレクトーン習ってる。まあそんなイメージになりますね、これだと。でも本当はすぐやめて。やめて。まあ、まあ、でも弾いてたは弾いてた、ずっともう適当に。じゃあこれは幼稚園からエレクトーンを一瞬だけ習ったが、その後は独自でやってたっていうのが正解ですね。ちょっと違うですね、これ。ちょっと違います。はい。続いて、中学時代はブラスバンド部で活動。ああ、まあ、確かに中1の時にブラスバンド部に入ってトランペットをやってました。あ、トランペットです、ね、はい、
あ、じゃあこれ書いてほしいですね。あ、そうですね。ブラスバンド部でトランペット、ドラムって思うじゃないですか。中学時代はドラム一切やってないですよね。やってないです。あ、じゃあトランペットで活動してた。ブラスバンドではやってないです。バンドではやってましたけど。あー。なるほど。あ、もう中学からバンドはやってたんですね。そうです。ああ。でもブラスバンド部ではトランペットでやってたんです。学校ではトランペットをやり、家帰ってからドラムをやってました。おお。ただし1年でやめてます、これは。ブラスバンドが。はい。これもなんか中学校3年間ブラスバンドでやってたイメージになってますね。そうですね。あ、じゃあこれもちょっと変えたいですね。そうですね。中学は1年間だけブラスバンド部でトランペットで活動にしたいですね。はい。で、同時に、プライベートでドラムも始めているみたいな感じですね。そうです。なるほど。で、高校1年生の頃から、心によるの深夜名義で。いや、ちょっと待って。いや、そんな名義使ってないから。これ嘘ですか？いや、これ完全嘘です。心の夜名義は、はい、多分2000年ぐらいに、はい、タイプオブ DT っていうツアーがあって、ディラン・グレノンですね、はいはい。ガーゼとマカブラの間にあったツアーなんですけど、はい、そこでなんか中華風のパンフレットを作ったんですね、はい、だから中華風なんで漢字表記を何か考えてくれって言われて、はい、その時考えたやつです。心による。で、京さんと薫さんはもう漢字だから、そう、他の3人がこの時にあるんですよね。そう、その時に3人漢字ができました。ここ でそれが今も使われてる大さんとかとしやさんの漢字のやつですよね。そうです。で、しゅうさんはその時につけたから、これは完全に嘘です、はい。いや、完全に嘘ですね。これなんでじゃあ出てきたんですかね、これも。それはわかんないです。ちなみに何名義だったんですか？いや、普通に、ほんとこの名義です。大文字のローマ字。あー、じゃあもうアルファベットで。ローマ字ね。うん、あ、はい。ローマ字で。はい。はい、じゃあこれ嘘ですね。これ完全嘘です。はい、じゃあこれは2000年についたんで嘘ですね。はい。はい、ライブハウスなどで人工天使、芝、ルビーのメンバーとしてバンド活動を行っていた。まあそうです。まあこれだけじゃないんですけど、もっといっぱいあるんですけど、あ、まあなんかこの3つがピックアップされてます。ピックアップされてますね。もっと無限にやってましたね。あ、そうなんですね。もうこれ高校生の話ですよね。そうです。お、まあ、でもこの人工天使が初めて組んだオリジナルバンドですかね。あ、そうなんですね。はい。芝ルビーはコピーバンドですか。いやいや、もう全部オリジナルバンドです。ああ、人工天使がじゃあ一番最初に組んで、そこから芝ルビーとなってくるわけですね。そうです。あ、廃人黒バラ族を経て、高校3年生の冬にラサディースに加入。ラサディーズです。はい、ラサディースです。はい、冬にラサディースに加入。これは合ってますか。はい。廃人黒バラ族っていうのは、はい、まあ、黒夢のコピーしてたバンドで、はい、まあ、そこのボーカルが京さんです。お、それ僕知らなかったかもしれない。 DIY のメンバーはそれ京さんだけですか。はい。これは結構ライブしてたんですか。3回ぐらいやった。あ、そうなんですね。まあ、全然遊びのセッションバンドとして。それは初耳ですね、僕。結構有名な話ですか。いや、有名ですよ。あ、で、これ合ってるですね、じゃあ。合ってます。合ってますね。じゃあ、廃人黒バラ族は高2、3年とかでやってたってことですね。まあ、高3ですね。高3です。本当、ラサディースのちょっと前。あ、そうなんですね。で、まあ、ラサディースは、まあ、言ったらディルの前身バンドだと思うんですけど、はい、これはどんな流れで、あ、加入なんですか、これ。いや、加入っていうか、いや、もう最初のメンバーにいましたけど。そうですよね。はい。じゃあ、まあ、加入って言い方だと。加入、あ、でも、まあ、もともとはその、京さんと、元いたベースの2人で作ったバンドだったんで、はい、まあ、そこに加入したみたいな感じじゃないですかね。なるほどですね。じゃあ、まあ、一応合ってるは合ってるですね。はい。はい、で、1997年に、ラサディースは解散し、解散しました。これ合ってますね。1月に解散しました。1月に解散してます。はい、で、同年にディラン・グレを結成。はい。これ何月ですか？もう1月には結成してます。あ、早いですね。いや、むしろ解散前から結成は集まってはいます。え？そうなんですか？だって解散を決めたのがもう96年の夏ぐらいだったんで。ああ、なるほど。そこからメンバー探しをしてるんで。ああ。じゃあ解散ライブをしたんですかね？ラストディスは。しました。でもイベントだったかな、解散ライブは。あ、そうなんですね。はい、
じゃあもう96年の夏ぐらいにもう決まってて、はい、でもう解散ライブがじゃあ97年の1月にあるから、はい、そこまででもう新しいバンドに向けて準備をしてたわけですね。もう準備はしてました、はい、で今のディラン・グレイのメンバーが揃うと、はい、じゃあもう解散してすぐにディラン・グレイが結成されたと。そうです。じゃあもうこれ合ってますね。合ってます、はい。その後深夜へと改名いやいやずっと深夜だからもうラストミスの時も深夜だし、これ見るともうずっとこの心の夜でやってるっていうふうに見えますからね。ラサディーズとかも、はい、もう人工天使もこのローマ字だしなんならこれじゃあ嘘ですね。完全嘘です、ね、嘘というかややこしいですね、なんか、はいはい、もうラサディーズもこの深夜ですもんね。そうですね、ローマ字も、はい、でこれ嘘ですね、この高校1年の頃からのこれが完全にややこしくしてますね。はい、わかりました。で1999年ディラン・グレイのドラマーとしてメジャーデビュー、はい、合ってますね。1月にメジャーデビューしました。1月99年、3枚同時のシングル で、はいはい、で2017年、ボーカルモアとともにソロプロジェクトセラフとしての活動開始、はい、これ合ってますか。2017年に、はい、まあ2014年から始まってたんですけど。あ、そうなんです、ね、表に出たのは2017年からです。あ、音源とかを出したのが2014年ですか。いや、もう裏でずっと進めてて、発表されたのが2017。あ、なるほど。じゃあ、まあ、ずっとメンバー探ししてたんで3年ぐらい。あ、そういうことですね。じゃあ準備期間が、まあ、その3、4年あって、はい、で2017年やっと形になってってことですね。はい、まあでもこれ合ってるんですね。合ってます、はい。まあ、セラフはあの来年2月24日にコンサートもあるんで、はい、はい、見に来てください。完全宣伝です音楽性、はい、はい、作曲スタイル、はい、初期には揺らめきなどのメロディアスな曲を作ることが多かったが、はい、あ、そうですね、はい、まあ基本メロディーを作ってたんで、はい、作曲といえば、はい、まあ、おのずとメロディアスになりますね。そうですね。深夜さんだと揺らめき、その初期って どこまでなんですかね。トリコとか。トリコとか、まあでもホタルビとか、そうですね。はい、そうですよね。はい、で、まあじゃあ続きましょうか。はい、後に方向転換。はい、シックスアグリーでは6曲中2曲の作曲を担当しており、その音楽性の変化には、メンバーからも驚きの声が上がったが、そこから激しい曲を聴くことはなく、深夜作曲のものはメロディアスなものが多い。シックスアグリーは6曲中2曲っていうのはアグリーとアンブレラですよね。そうですね。でその時は急にメロディアスからそっち系になったから、メンバーから驚きの声上がったんですか。まあ、メンバーから驚きの声は上がったかは知らないですが知らないんですね。まあ、方向転換はしました。あ、方向転換したんですね、はい、その起草の時にもうメロディーではもう、はい、採用されなくなってたんで、あ、曲が、はい、起草深夜さんの作曲ないんですね。ないですね。それで、これはもうギターリフで作らないとダメだなと思って、はい、もうギターで作るようにしました。その結果が、まあ、2曲採用されたってことで、はい、よかったですね。で驚きの声も上がってる。驚きの声が上がったかは知らないですけどでもそこから別に激しい曲を聴くことはなく、いや、そんなことはないと思うんですけどね。まあ「冷血なりせば」とか、はい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 、「コーズ・オブ・フィクルネス」とか、はい、激しいんじゃないですか、はい、だから なんかまたメロディアスなものがに戻ったみたいな感じのニュアンスですよね、これ。そうですね。それ以外、そのアグリーとアンブレラ以外激しいのはないみたいな感じのニュアンスですよ、はい、そんなこともないですよ。そうですね、まあ、メロディアスなのもあったり激しいのもあったりですね。なるほど。実際ポップ系やメロディアスな音楽も好きであることをインターネット番組のインタビューで明かしている。はい、これ合ってますか。もうメロディー命なんで僕。おお。歌謡曲で育ってるんで。例えば誰ですか。いや、中森明菜さんとか、おお、まあ、光源氏とかも、まあ、その世代の歌謡曲、はい、まあ、その時代に売れてた音楽を結構聴いてたと思う。そうです。一般的なもうメロディー命、メロディー命で、はいはい、インターネット番組はこれ何の番組ですか。え、分かんない
シックスアグリー以降はメロディアスなものが多いっていうのはちょっと怪しいところですね。そうですね。どっちもありますね。どっちもあります。はい、わかりました。じゃあドラムスタイルにいきますね、細身の体とは裏腹のパワフルなドラミングが持ち味だが、持ち味かはわかんないですけどまあまあでも持ち味なんじゃないですかね。別にパワフルは目指してないですけどね。あ、本当ですか。はい、まあ、でもやっぱディラン・グレイの音楽性が結構激しい感じだからパワフルに見えるのかもしれないですね。はい、強弱の変化や手数が細かく変則的なフレーズも多く用いる、まあ、どうなんですかね、まあ、変則とは思いますけどね。確かに。あ、そこを意識して作った時期もありましたか。めっちゃありましたよ。あ、特にどの辺ですか。えドゥムあたりとかですか。いや、ドゥムの前何でしたっけ。ウロボロスですか。あ、ウロボロスとか。あ、確かにちょっとその辺は細かいかもしれないです ね、 そうですね、今よりもさらに、はい、最近はまあそこまで考え込まず自然な感じですか。最近はまあライブで、はい、あの楽しめる感じでやってます、はい、その時が楽しめなかったみたいな感じに聞こえますけど海外のツアーで共演したドラマーからあのフレーズはどうやっているなど高い評価を得ている、これ本当ですか。そうですね、まあ、海外ツアー回ってた時に、はい、まあ、結構聞かれましたね。そのあの多分フレーズっていうか、はい、あの手順をすごいややこしくしてたんで当時、その見た目のために、はいはいはい、だから何気ないフレーズもすごいややこしく叩いてたんです。あ、それをその動きどうやってるのみたいなのをよく聞かれました。吉谷さんとしてはもうフレーズ自体は簡単だけど見せ方でやってたという。そうですね。あ、でも海外のドラマーからそう言われてるのはすごいですね。これじゃあ本当ですね。まあ、はい、高い評価得てるみたいな。高い評価得てるかわかんないです多分物珍しかったんじゃないですか。ああ、ドラムを叩く際にはグローブをはめる。はい、はめてます。これま大丈夫ですね、間違いないです。もうずっと20年以上は、はい、一度グローブになれるとグローブなしでは叩けないとファンからの質問に答えている。まあ、叩けなくはないです。まあでも本番は絶対してますもんね。まあ、ね、汗で滑らないようにしてるだけなんで、はい、全然多分叩けます。あ、叩けますか。あのセラフの時はもうつけてないんで。ああ、そうですよね。はい、ああ、確かに。レコーディングではつけてるんですか。レコーディングではどうですか。つけてますかね、でも。つけてるかも。つけてますね。はい、逆にセラフでなしでいけるもんなんですね。なんかいけましたね。あ、で最初その分グリップ巻いたりとかしてましたけど、それも なくしてました。なくしましたね、はい、はい、ディルドもいけるんですかね、もしなくしたら。いけるかもしれない。あ、まあ、の基本はもうとりあえず、はい、グローブはめてやるす、ね、いけなかった時が怖いから。そうですね、試しにやってみて。そうですね、それで豆とかめっちゃできたら嫌ですもん。そうですね、血まみれになったら。ドラムセットの特徴、ヨシキの影響でリズムをキープするより見せるに重点を置いている。これヨシキっていうのはヨシキさんですね。そうですね、 X ジャパンの。これはどうだろう。いや、でもリズムをキープすることも一応ちゃんと考えてますよ。あ、本当ですか、はい、すごい、もう完全に見せる方に重点を置いてるって書き方なんで、ね、いや一応どっちも、まあ、リズムをキープするのがもう大前提ですもん、ね、そうですね、ヨレヨレだったらしょうがないですもん、ね、はい、どうしようもないですもん。じゃあこれはまあでも見せるにも重点を置いてます、ね、見せるも重点を置いてます。さっきのフレーズの話じゃないです、はい、じゃあこれ一応も合ってるということ。合ってるかもしれないです、はい、パールとスポンサー契約を結んでいる。はい、これ合ってますね。まあ合ってますね。あの最初パールで一回ラディックに移って。そうですね、またパールに、デビューぐらいの時はパールで。そうです、デビューちょっと前にもうパール決まってて。そうですよね、インディーズツアーはもうパールのセットで回ってて、はい、あ、でも大阪城とかはもうラディックですか。そうです。あ、2000年ぐらいにラディックから話が来て。あ、なるほどですね。でラディックに移りました。あ、 でまたなんか2003、4年ぐらいに戻ってますよね。そうです。ということは3年ぐらいしかいなかったのか。それは何だったんですか。
もパールに戻ったというか、またパールを選んだ理由は。まずラディックに行ったのが、はい、もうあんまり日本人でラディックのモニター来るっていうのがあんまなかったんで、はい、でもうほんと数人しかいなかったんで、はいはいはい、これはもう行っとかないとと思って、はい、行ったはいいんですが、はい、まあ、海外のメーカーなんで、そうですね、まあ、いろいろ注文しても、もう来るのが遅いんですね。で僕結構コロコロいろいろ変えたい派だったんで、当時セッティングをですよね、はい、もう全然追いつかなくて、あでもアパールに戻ろうと思って、はい、で本来ならその1回あのモニターを移動すると絶対戻ってこれないんですよ、はい、この掟と、まあ、普通はそうですよね、業界の掟としてちょっと裏切ってますね。そうそうなんですよ、はい、でもなんとか戻れまして、でも、はい、これはもう一生パールに骨を埋めようと思いまして、ね、もう移動はできないですよね、はいはい、だからもう一生パールです、はい、でもパールさんはもうすぐ来ますからね、もうすぐ来ますとか、もう種類も豊富ですし、はい、やっぱパールさんですね、やっぱパールです、もう一生ですね、一生パールです、もうこれはもう絶対ですね、絶対パールです、はい、じゃあ次、パールから発売されている自身のシグネイチャースティックを愛用している、はい、過去シングル激しさと好みの中で絡みついた灼熱の闇初回版付属 DVD で確認できる、いやここいる確認できるいやどこでも確認できるでしょ、ライブでも使ってます、はい、で基本それしかもう使ってないですよ、もう使ってないですね、はい、他のを使うことはないですよ、ね、ないです、全部自分がやりやすいので作ってますもん、ね、そうです、はい、でも一回ちょっと変えましたよね、えここ最近、最初ナイロンチップだったりとかしたのが、はいはいはい、ちょっとバージョンアップしてますよね、最近。そうですね。この数年前ぐらいに。はい。まあ、それぐらいですかね、変わったし。そうですね。はい、まあ、デザインも変わりました。あ、デザインも変わったんですね。はい、まあ、この、激しさとこの胸のとこいらないかな。あ、これいらない。これいらない。これそうですね。何でも確認できますね。はい。じ、は、ゃ、い、ここちょっとカットしてほしいです、ね。そうです、ね。はい。でも、基本的に、パールから出てる自分のスティックを愛用してるのは間違いないですね、はいはい、新たな音源を出すたびにシンバル、タムの個数変更、位置変更を行うことが多い、まあ、音源っていうか、はい、ツアーごととかかな、そうですね、まあ、ここ最近だと僕もちょっとなんとなく分かりますけど、音源は逆に最近は一緒ですよ、ね、割とそう、音源はもう基本セットで叩けるようにしてるんで、はい、ただ確かにツアーっていうかここ最近でも変わってますよね、そうですね、コロナ前のツアーと疎外の時とかと最近までやってたデスペレートと結構違いますよね、そうですね、はい、それは気分ですか、気分というか、はい、まあワンツアー回ってみて、はい、まあ、こうした方がいいなっていうのが思ってくるんで、はい、次の時変えるって感じ、まあ、じゃあやりやすいように変えてるってことですね、そうですね、はい、ただ昔はもうそのちょっと一回ライブやって、はい、なんか気になるとこがあったらもう次の日とかに変えてたんですよ、あそれ結構怒られてよくPA さんとかに、あだからもうとりあえずなんか気になってもワンツアーは我慢するっていう方向を10年ぐらいやってます、はいはい、まあ、確かにシンバルとかが増えたり減ったりするのはいいかもしれないです、タムが増えたり減ったりすると回線とかもかかってきますね、そうなんです、それで怒られてたんです、そうです、だからワンツアーで変えるようにしてるっていうことですね、はい、です、じゃあ音源っていうよりはこれツアーとかですね、ツアーです、ね、新たなツアーをやるたびに位置変更を行うことは多い、はい、はい、ツーバスとツインペダルを採用、曲によってツーバスの連打ツインペダルの連打を分けている、これはやってました、確かに、あシングルペダルとツインペダルつけた時ですかね、そうです、あなるほど、ちょっと続きいきますね、ただ近年はツーバスでの演奏はほとんどなくツインペダルのみで演奏されていることが多い、そうです、あこれ合ってますね、そうです、この一時期やってたこれは何なんでしたっけ、これははい、左あの僕から見て左側のバスドラをツインペダルで、はい、鳴らして、はい、右側のはシングルペダルで鳴らしてみたいな、でキックのサイズも違ってたんですよね、そうあえて、そうで速い曲とかは左のツインペダルの方でこうちょっと立ち上がり速い感じで演奏して、ちょっとバラード系のは右側の
大きいバスドラで、そう、ちょっとふくよかな感じの音にしてたと。そうです。なんかそんな感じでしたよね。そうです。でも今はそれはしてないと。もう今は1個だけのバスドラで、はい、ツインペダルでやってるんですね。はい、じゃあこれ概ね合ってますね。概ね合ってます。概ね合ってますね。じゃあ人物いきますね。ジャニーズ系アイドルを好んでおり、昔から最近のまで聞いている。これ合ってますか？まあ確かに、まあ、光源氏から入ってるんで。はい。あ、ちょっと次いきますね。小学生の頃に光源氏でジャニーズ系を知り、同時に音楽に目覚めるきっかけにもなった。あ、じゃあ合ってますね。そうですね。はい、ただこの最近のものまで聞いてるっていうのは、はい、まあ嵐ぐらいですかね。あ、このことを言った最近なんで、だから多分これ以降に出てきた、はい、あの、まあ、今のストーンズとか、はい、あの、まあ、そのちょっと前のスノーマンとか、いや、そのちょっと前のキスマイとか、キスマイとか、その辺はもう分かんないです。あ、じゃあ嵐ぐらいまでって書いた方が優しいかもしれないですね。光源氏から嵐ぐらいまでをおおむね聞いているっていう。そうですね。はい。TOKIO とか V6 とか、まあ、その辺ですね。はい、KinKiKids とかも聞いてました、ね。あ、そうそうそう、はい。これ、音楽に目覚めるきっかけだったんですか、ジャニーズ系は。うん、そうですね。あ、まあ、光源氏と、まあ、その辺の時にいた人たち。歌謡曲を聞いて。はい。まあ、じゃあ、一応合ってるってこと。合っていますね。アイドルになりたいという憧れも2、3年ほど持っていたが、バンドへ興味が移ったので実現しなかった。これ本当ですか？いや、もう本当小4から小6までは、はい、本当もうジャニーズに入りたかった。ドンピシャになってますね。じゃあ 2,3 年っていうのも、もう光源氏がもう好きすぎて。じゃあ、あのスケート履いて、ローラースケート買ったし、買ったし、ブーツ型の。あ、けど、バンドへ興味が移ったんですね。まあ、中1でバンドに興味が移ったんで、はい、それは何ですか、そのバンドは。 X です。あ、まあ、その同じ歌番組に光源氏が出て X も出たりしてたんで、はいはい、まあ、だんだん X の方に興味が移っちゃった。なるほどですね。じゃあこれはもう合ってますね、完全に。はい、だから光源氏を知らなかったらもう多分 X も知らなかったから。あ、じゃあ流れ的にはそういう歌謡曲とかを聴いてるのを経て X に行ったと。そうです。はい。一方、HMV の企画、無人島俺の10枚では、まずこれ覚えてます。これはなんか企画でありましたね。ありました。はい。あ、覚えてますね。なんか無人島に2枚持ってくなら、はい、アルバム、どれを持ってくかみたいな、はい、メンバー1人2枚ずつ選んで、その10枚と思います。ディラン・グレーの企画なんですね、これ。あ、なるほど。で、全員の10枚なんですね、全員。そうです、そうです。あ、で、深夜さんが2枚選んでるんですね。はい。で、その時に、青春であるとしてアイオンのアブソリュート、はい、ガーゴイルのフレーブミを選んでいる、はい、これ合ってますか？合ってます。あ、これいつぐらいの企画なんですか？これでも2000年前半だったと思うんですけど。じゃあかなり前ですね、はい。あ、まあ、アイオンとガーゴイルはもう青春なんで、はい。で、あの X は もちろん聞いてたんですけど、はい、X はもうメジャーすぎて誰もが聞いてたんです。そうですよね、もうクラスの人みんな聞いてたんで、はい、いや、ここでアイオンとガーゴイルって言っておけばもうなんかちょっとロック2みたいな。でこの2枚出したんですね。でずっとアイオンとガーゴイルが好きってずっと高校生の頃から言ってたんです。あ、ちょっと俺が違うぞと。そうそうそう、そういう感じがちょっとあったんです。はい、でも実際これ好きなんですよね。もう大好き。あ、もう聞きまくってるよ、ね、もう聞きまくってました。2枚ですね、はいはい。じゃあこれ本当ですね。本当です。はい。海外ツアーで出会った中で印象深かったドラマーとして、ストーンサワーのロイ・マイ・ヨルガ、話をしてみたいドラマーとしてはコーンがレコーディング中のスタジオを訪問した際に会ったテリー・ボジョの名前を挙げている。これどういうことですか？印象深かったドラマーはストーンサワーのロイさん。ロイはもうその2006年のファミリーバリューズツアーで、はい、もう2ヶ月間ずっとストーンサワーと一緒にいてたんで、はいはい、もう毎日ライブを裏から見てたんです、このステージ袖とか、はいはい。でもドラムがかっこよすぎて、おかっこいいと思って、はい、まあ、そういろいろ教えてもらいました、その時。何がセッティングとかが、いや、もうセッティングもそうだし、はい、
うん、ドラムの叩き方とか もう見たことのない叩き方して、実はじゃあ結構影響受けてますか？すごい影響受けてます。あのここにフロア置いてるのもそのロイの影響なんです。叩き方とかも、叩き方とかも、あ、じゃあ結構この人はすごい新屋さんにとっては重要な人物、ね、重要ですね。その今までその海外のドラマーってもう1ミリも興味なかったんですけど、はいはいはい、もうロイが初めてもうおおって思いました。そうですよね、新谷さんあんま洋楽とか聞かないですもう全く聞かない。でもツアーで行って実際目の当たりにしておおすごいってなったわけです。そうです。で話をしてみたいドラマーとしてはコーンが、コーンがレコーディング中に会ったんですね、テリー・ボジオに。テリー・ボジオがあのコーンのドラマーとしていたんですよ。ああ、そういうことですね。レコーディングで。で、テリー・ボジオは、はい、あのすごい教則ビデオとかすごい見てて、はい、で、あのヒデさんのソロとかも叩いてたんで、はい、全然昔から知ってたんですけど。ヒデさんのソロも叩いてる、はい、でドラムセットがもうすごい要塞で、そうですよね、セットがすごくて、それで有名ですよね、はいはい、で、まあ、全然人は知ってたんですけど、はい、このアメリカツアー行った時にコーンがなんかレコーディングしてるからって遊びに行ったんです、はい、コーンのスタジオに。あ、行ってるんですね、はい、メンバーみんなで、はいはいはい、でそこにあのテリー・ボジオがいて、おで僕知らなかったんですよ、テリー・ボジオがコーン の、 あの、はいはいはい、レコーディングに参加してるって、はい、でもうすごいセットで、はい、もうすごいテリーボジオみたいなセットだと思って、でドラマーもテリーボジオめっちゃ似ててわすごいこの人めっちゃテリーボジオ好きなんやなと思って、はい、でバーって遠目で見てたんです、はい、でスタジオ出てから、はい、すごいテリーボジオ似てましたねって確か増田さんがいてライターの、はい、一緒に行ってたんで、はい、テリーボジオっぽかったですねって、はいはい、いや俺テリーボジョーだよって言われてえって言って先言ってよと思って、あ、それで知ったんですね。そうです。あ、じゃあそれ先に知ってれば話できてたかもしれない、ね、いや全然できてます、ね、そうですよね、いろいろ聞きたかったですよね、はい。ディラン・グレーのメンバーの中では過激で怖そうなバンドイメージとは裏腹に地味な生活で一人だけ浮いているとのことで、2015年9月12日放送の有吉反省会にゲスト出演してそのことを反省した、反省しました、はい、これは僕も見ましたね、マネージャーでしたその時、マネージャーじゃなかったです、はい、ただその新谷さんが出るっていうので見ましたね、はいはい、あの高林さんが出てましたね、出てましたね、はい、これは結構反響あったんじゃないですか。これはもうめちゃくちゃありました、ね、ありましたよね、はい、いろんな人に言われました、もう言われまくりました。あ、これ確かに面白かったです。まあ、これは本当ですよね。これは本当ですね。これ本当ですね、はい。一人で栗拾いやいちご狩りに行っていることやチェブラシカ好きであるなど自身の趣味を語り、ディラン・グレーのマネージャーからはバンドのイメージと違うので地味な部分を控えてもらえると嬉しいと苦言を呈された。これはじゃあ高橋マネージャーから言われたっていう番組の内容ですね、はい。まあ、反省しましたけど、はい、全く変わってないですね。変わってないですね、何も、はい。まあ別に普通ですよね、チェブラシカ好きなので。そうですね、はい、全然別にこれはあれですね。またヘビが大嫌いであることも同番組で明かし、最後はみそぎとしてヘビ専門店で1日アルバイトすることを課せられたが、ヘビには一切触れずに洗い物などの仕事をこなしていた、はい、これも本当ですね。本当です、ね、はい、これはもう本当に無理だったんですか。いや、ヘビは無理でしょう。あ、本当ですか。いや、どう考えても無理じゃない。この下りは全部有吉反省会のことですね。そうです、ね、これ全部合ってますね。合ってますね、はい。この外部リンクの深夜チャンネル飛べないんだけど。どうなってんの。本当だ。あれ、パールも飛べないじゃんこれ。あ、本当だ、見つかりません。ちょっと直してください。3つ中2つが間違ってますね、飛べないですね。あと YouTube とか貼ってほしいですね。そうですね、これ誰でも編集できるんですよね、はい、そうみたいですね。これちょっと見た人、はい、なんかいい感じに変えといてほしいですね。そうですね、はい、誰か変えといてください、はい、
でそんな感じで、はい、はい、ウィキペディアでした。